はい、パチバカ神フェスが3ユニバカ、ユニバカです乗っ取っちゃってます、ユニバカ神フェスが3月17日開催されます。パチバカではオリジナルグッズの延滞販売、そしてスロットバースロ吉の公開収録などなど楽しい企画を考えております。はい、皆様のご来場心よりお待ち申し上げます。お待ちしております。パチバカハ俺も帰る。はい、今回の新名機列伝はフィーバーパワフル3です。このお題はもうほんと名機中の名機ですね。花マン、クイーン、パワフル、もうこの3つが本当にめちゃくちゃ面白い台ですので、ぜひ見てください。はい、じゃあまず打っていきたいんですけども、まずこのデム見てください。これ三強です、よろしくね、言ってピコピコ言って、今回7っすね。本来ここフルーツなんですけども、今回たまたま7っす。で、美味しいっていう。で、変身するという。よくわかんない設定です。今7食べたんですけど、どんどん絵柄変わっていきます。結構芸が細かいんですよ、これ。次の、デモの時には あれが変わっていくんですよね、図柄が。ほら、ブドウに変わったりとか。これがね、すごいことに朝一、開店前ずーっと前代からこれ聞こえてきます。回すまでずーっと鳴ってるからね。あ、いきなりリーチだ。いきなりですな。で、これ液晶が9分割されてて9ラインありますね。横3つ、縦3つ。違う、8ラインか。1、2、3、4、5、6、7、8ですよね。リーチになる形っていうのが、まあ何種類かあります。ただ止まり方は決まってるので、まず左上と右下が止まります。次に真ん中、各真ん中、上真ん中、左真ん中、下真ん中、横真ん中止まって、で、左下、右上止まって、で最後がど真ん中が止まる感じですね。だから3回目止まるまでリーチになる可能性あるシングルリーチ、ダブルリーチ、最大がトリプルリーチになりますね。だからトリプルリーチになれば、まあどうですかね、新ライトで出すんであればトリプルリーチの方が若干、まあ新ライト上がるかなぐらいな感じです。大当たりかけて240分の1ですね。で、2400個出る計算になります。で、ここで保留玉連チャン機になってまして、保留玉、2個目から4個目が16分の1になってます。なんで連チャン率はそんな高くないんですけども、保留玉、2個目3個まで連チャンが起きた場合は若干また連チャン率が上がります。これなぜかというと、保留玉2個目から書き換えが行われるので、もし保留玉2個目3個目で当たった場合っていうのは、保留玉4個目最後の1個残ってるじゃないですか。で、その1個は16分の1で抽選されてて、でさらにその大当たり中にまた2個目から4個目が書き換えが行われる可能性があるので、2連チャン目の当たりどころによっては3連チャンする可能性がちょっとだけ上がるっていう感じになってますね。で、この台大当たりの仕方が2種類あって、7がさっき言った8ラインのどっかに7が揃ったらもちろん当たりなんですけども、もう1個オールフルーツっていうのがあります。フルーツ図柄が全マスに止まったらそれでも大当たりになりますね。それで合わせて240分の1で、ちなみに、まあ、全部に7が出たらすごいかっこいいんですけども、それの出現率が、約49億分の1、計算上49億分の1なんですけども、まあ、ウィキペディアによると実際には、まあ、6億7千万分の1らしいです。まあ、どっちにしても出ないけどね。でもね、オールセブンを目撃したっていう人がいるんですよ。だからそれはもしかしたら裏にね、ちょっとプログラム書き換えてあったのか、マジで自力で引いたのか分かんないですけども、目撃した人はいます。お店によってはね、オールセブンで当たったら、ラッキーナンバーみたいな、すげえ、超クソぼったくりの店もあるし、あとオールセブンだったら、ハワイ旅行とかね、まあ、それぐらい太っ腹じゃないとね、どうせ出ないんだし、世界一周旅行でもいいぐらいだよね。そしたらみんな打つじゃん、回んなくたって。あ、惜しい、オールフルテリティ惜しかったね。だってさ、例えば、本来の出現率が6億7千万分の1だったとしてもよ、まあ出ないじゃん、どう考えたって出ないじゃん。
そのハワイ旅行の店も結構パワフルが儲かったんじゃないですか、お店がね。ちなみに私なんですけども、オールセブンは出したことあります。それなぜかっていうと、巣鴨にライズさんっていうパチンコパチトルゲームセンターあるんですけども、そこに設置されてるパワフルがオールセブンが出やすい仕様になってます。おそらく初当たりの16分の1もしくは32分の1ぐらいで、あのオールセブンが出るようなプログラムになってるんですけど、それ最初知らなくて、オールセブン出た時俺その日に死ぬと思ったの。うわ俺死んじゃうと思って、そしたらそういう当たりやすい仕様でした。オールセブンになったらどうなるかというと、アタッカーが開くまでに3分間あの祝福する音楽が流れます。だからずっと打ちっぱなしだとすげえ弾損するんですよ。まあ、そうなったことある人はほとんどいないだろうか、知らないんだろうけど、オリチさあ、残念。リーチはちなみにノーマルリーチしかないです。最後の一瞬の時にメロンを超えたらもうスーパーリーチです。そういうことにしてください。この次、この次メロン超えたらスーパー、超えたらスーパー、あーとっと早っ、ナイス、ラッキーチャチャチャ。そうなんです、はい、いや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 、まさかまさかの、なんか弾が足りねえな、どっか詰まってんのかな。あれ全然弾がねえよ、ちくしょう。まさかの非循環だったな、これ。あ、非循環、循環なんだけど、どっかに弾が入った弾出てこねえやん、これ。ちょっと待ってね、とりあえずあと1ラウンドだから、あと1ラウンド頑張って。ああおしまい、はいはい、おしまいでも何でもいいんだけど、これで終わる？よし、とりあえず終わった。さあこっからはホニーからホヨンが、連チャンのチャンスですね。16分の1、ねえ、これが30年以上前にこんな可愛く作られてるってすごいでしょ。さあ次、こっから3回転リーチになっただけでまあまあ熱い、リーチになれば。はい、残念。ちょっと待って、弾をどうにかしねえとやばいな、これ。いや、ちょっとなんか循環かと思ったら、なんていうんですかね、裏に弾が落ちちゃってて。よしよし。まあまあ、そう簡単にね、連チャンする台じゃないんでね。できればね、一回ダブルでいいから、連チャンさせたいな。お、いいよ、リーチ。はいはい。ちなみに俺の最高連チャンは4連チャンです。4連チャンが最高ですね。多分それ以上の記憶はないです。はい、この台の思い出はね、本当に強烈なのが1個だけあって、まあ、うん、今だったらそんな強烈っていう感じじゃないけど、その当時かなりショックを受けた出来事があって、家の近くの店で、まあ、朝から打ってたんですけども、隣にね、今の俺ぐらいの年齢の、ただ見た目が完全におっさんな感じの、まあ、おじさんが座って打ち始めたんですよ。であんまり
違和感なく普通に打ったんですけど、ふっとね、横見ちゃったんですよね。そしたら、そのおっさんの台のアタッカーが開いてんのよ。あれと思って。しばらく見たら閉じたわけ。よくよく考えたら、俺は結構金使ってんの、横のおっさん、全然金使ってねえぞと思って。はっきりこうやって見たら、さすがにやばいから、横目でずっとチラチラ見たらさ、なんか、ちょいちょいアタッカーが開くわけ。なんだこれと思って。そのおじさんが結局ごとしで、下からね、なんかこういうなんだろうな。セルなのか、まあ、ピアノ線なのかわかんない。なんか差し込んでて、アタッカーが開くようなことをやってたっていう。そういう人がいましたね。だって、外れ穴からこんなに出てくるのはまずいよ。俺が初めて出た時のテレビチャンピオンのパチンコのやつで、クイズがありやがって、フィーバーパワフル3のフルーツを全て答えるなんて。こんなもん覚えてるわけないやん。勝ち負けに関係ねえしさ、そんなの知ってたって。なんだよ、その問題と思いながら。当時優勝した、ベンツ小林さんがそれを全部答えてたけど、まあメロンが遠いなおい。ちなみにこの台はメロンを超えて7まで行っても7通り過ぎて外れることあります。それもある。7超えるんかいと、うん、あ、ボール降りてきた。うわー、これは当てたい。なんかオール、フルーツだったら誰。うわー、オールフルーツ外すのはショックなのよ。信頼度まあまああるからね。マジかい。こんな感じか。さあ、だいぶちょっと寒くなってきたんで着替えました。さあ、着替えてきた瞬間にリーチ。まあ当たんねえかな、もう。当たんなかった。当たった。これコンセント、ちょっと待って、まあまあいいや、とりあえず当たったらいいけど、電源入れ直したらすぐ当たって、つうかダブルリーチが一回もかかんねえんだよな。どうしても納得いかねえんだよな。保留玉レンチャーしねえかな。ちなみにこれね、盤面の両サイドにこの数字が書いてあります。こっちが奇数1357で、こっちが2468って、まあ、8個の数字があるんですけど、これ何かっていうと、当時ラッキーナンバー制のお店っていうのがあって、例えばこの脇のランプの数字で当たったら、次回まで OK、あるいは無制限になるみたいな感じ、そういう営業方法があったんですよね、昔。あの、全然10日じゃない、2.5 円硬貨の時代なんですけども。だから、そういう店ではこのランプというか、その数字で、活用してた店があるっていうことです。今5で当たったってことね。はいはい。さあ、ホルダーお姉ちゃん。期待しちゃうよ、これは。はい、はい。そう、むむちゃん OL なんだよね、本来。で、それ。フルーツ食べてなんかヒーローになるみたいな感じ。よくわかんない設定です。さあ、保留2個目からですね。次。来ねえな。全然これ、かすりもしねえやん。全然なんだ、1個も出ねえし。はい。もう全然無理だな、これは。
あーオールフルーツ惜しかったねこれね。また電源切ってみよう。ちょっと怪しすぎる。これで電源切ってすぐ当たるようだったらもう間違いないだろうね。はいはい、最後今思い出した。鍵、あれ第三、これとあれ、あそこの鍵ないんじゃね。 あったあった。これこれを持っていかないとダメだな。あ、今ダブリかかったのかな、初めてかかったのかな今。ちょっと見てなかった、そんなバカな。あんなにかかんねえって言ってたのに。今ダブリかかったわ。ちょっと700ぐらい回して初めてかかった。これもうまた来たダブリ。ちょっと怪しいなこの台やっぱり。絶対もう裏としか思えねえんだけど、あんだけかかんなかったんだよ。しかもメロンまで行ってるし、当たんねえかなこれ。当たんねえか。そんな立て続けにダブリ来るか。怪しい、この台やっぱ怪しいって。またダブリじゃん。ちょっとどういう裏なんだよ。おかしいって、俺がおかしいのかな。ほらほら、絶対やってるってこの台。まあいいけどもいいけど、絶対裏だろうこれ。はい、頑張るよ。もう保留玉レンちゃんしねえかな。しなかったら終わりだな。停止で見がおかしいんだもんこれ、ずーっと。まあダブリかかんなかったね、当たる直前までは。この10回転の間に3回ダブリかかったってことだからね。そんな絶対裏だわ。ただこれがお店に入ってたことがあるのかどうかなんだよね。個人的に遊びで作った裏なのかどうかわかんないですよ。だって通常のリーチもほとんどかかんないなんて誰も得しねえじゃん。状態なのかね。リーチがいっぱいかかるようになったらもうそれ状態っていう。もしそれだったらそれはそれで面白いけどね。そういうふうに理解して打てばね。いやー不思議な台だ。さあ保留玉。もう一度お願い。はい、これでホイチで当たったら笑うんだけどな。ないか。7が止まんねえんだまたこの保留玉で。うん、まあ保留連はないっぽいな。あらあらダブリ来た。うわやってるわこの台マジで。ああ外れんのかい。でもさっきもこの形でメロンで止まって中で当たったよね。はいやってます。はいやってました。はい、これはねこのぐらい簡単なんだよじゃないんです。あのこの台もう裏でしょこれ。同じダブリの形から同じようなダメで当たるというの。しかもこれあれだから堀田が3個まで当たってるからホイチも16分の1ってことよ、ノーマルならね。だから次はホイチからチャンスがあるってことです。はいはいはい、さあトリプル来るかどうかだな。
もう一度お願い。もう一度お願い。さあ、ホイチからチャンス。ダブルに来たらもうやってる、完全に。来ねえ。骨か。うん、全然来ねえ。はい、終了。はい、では以上でフィーバーパワフル3を終了します。まあ、打ち始めね、すぐ当たっていい感じだと思ったら、その後ちょっとなんか変な感じに思い始めて、ずっと1時間ぐらい回したら突然ダブルリーチが集中してかかり始めて大当たりするというね、ちょっとというかかなり怪しいプログラム入ってるんじゃないかと思います。電源3回切って3回でも当たったんで、もう間違いないと思います。こういうバージョンがあるって知らなかったんで、もうちょっと深追いしたいところですけども、いい感じに連チャンしたんで、以上で終了したいと思います。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。他の動画も見てくださいね。バイバイ。